はいどうも皆さんごきげんよう、くしゃみです。今回紹介するのはこちら、ガシャポンのプリキュアプリンセスティアラ&ジュエリー。1回200円で全8種類。ラインナップは1番がプリンセスハートティアラキュアスカーレット、2番がプリンセススターティアラキュアフローラ、3番がパープルフラワーネックレスキュアフローラ、4番がピンクフラワーネックレスキュアマーメイド、5番がシャイニングスターブレスキュアトゥインクル、6番がシャイニングスターブレスパフ&ミスシャムール。でこれ6種類なんですけども、この1番と2番には色違いバージョンがあるっていうことで全8種類になってます。で、まあ、注目すべきはこの6番、ミスシャムールがいるんですよ。これ初めてじゃない？グッズでなんかミスシャムールの絵が生えてたりとかするのってなかなかないですよね。ということで、なんか1番とか2番の方がキラキラしてるけど欲しいのは6番。で今回は6回回してきて、紫が2個被って、あとは被ってないから結構いろんな種類出るんじゃないのかなっていう感じです。それでは開けていきましょう。それじゃあまずは白いカプセルから。よっと、これなんだ、これなんだ、わからない。あ、トゥインクルのシールがついてるからシャイニングスターブレスのトゥインクルだ。はい、こんな感じで意外とよくできてるっていうか、なんだろう、すごいキラキラしてる。パールっぽいピンクの成型色に別パーツで紫と、で表面にはメッキ加工してありますね。でトゥインクルのキラキラシールがついてくるので、これを貼れば、これ今僕がわざと斜めに貼ったわけじゃないですよ。なんかこういう向きで貼りなさいっていうちゃんとガイドがねついてるんですよ、突起が。で多分ね、これ三日月的なね、こういう形ですね、こういう感じ、これが正しいんだね。横、ゴムもこうついてるし。じゃあこの次はグレーのカプセル。よっと、お、なんかパーツがいっぱいあるってことは1番か2番のやつだな。おー、なんかすごい、あ、ここが櫛になってるから本当に紙に刺せるんだ。なるほどね、本当にティアラだ。そしてこれにはキュアフローラとなんか丸いポッチのシールがついてきたんで、これを貼ればいいのかな。はい、シールを貼るとこんな感じです。すっごいキラキラしてる。やっぱこの表面にメッキ加工してあるのめっちゃいいですね。で後ろがこんな感じ、なんか後ろもいいですよね。それじゃあ緑のカプセルは、あ、同じやつだ、これ色違いかな。じゃあ、あ、なんかここに入ってる中のアクセサリーが星からハートになってますね。はい、シールをつけるとこんな感じです。キュアスカーレットのシールですね。でさっきのフローラのやつと比べるとこんな感じです。まあ、ほぼ一緒で、シールと中のね、このこれ、このね、星とハートのやつが違うぐらい。それじゃあ次は赤のカプセル。赤は、あ、また一緒じゃん、これ。一緒だけど、これが色違いってやつか。色違いなのかな？ピンクと紫が逆パターンのやつだ。はい、完成しました。ちょっとシール、斜めっちゃったな。これシールはキュアフローラのさっきのやつと変わんないけど、色が逆になってますね、紫とピンクが。まあ、ほとんど一緒なので、これはもう完全に好みの問題ですかね。ただ一つ言いたいのが、ここのハマりがものすごく悪い。ものすごくハマらない、ここ。多分ね、子供一人じゃ絶対これつけられないですね。大人の人がちゃんと、ってか大人の人がやっても多分ね難しい。ハマんないの、これ。ほら、もうポロッと取れちゃうの。これいかんよ。本当にはまんないから、今結構ね、多分この3つ合計で、ね、10分以上これで格闘してるから、いやーはまんないの、これ。なんかいい感じに。それじゃあ最後は紫のカプセル。これがミスシャムールっぽいな、色的にね、紫だからミスシャムールっぽいなって思って最後に持ってきたんですけど、これなんだ、これはなんだ、あー違う、フローラのシールが入ってる、これだ。パープルフラワーネックレス。ネックレスだ。うわー、出なかったか。かわいい。やだ、かわいい。あら、あら、かわいい。これはなんか開いたりとかはしないんですね。
シール貼りましょう。はい、シールが貼れました。こんな感じです。キュアフローラのね、丸いシールで、上のこのなんかネックレスの紐に通ってる花柄のやつにシールが2つずつくっついてます。まあ、特にね、他にギミックとかはなくて、ただこうネックレスにするだけ。これちょっと大人だと短いかな。ということで最後の1個も一緒ですね。はい、ということで今回はプリキュアプリンセスティアラ&ジュエリーを6個開封して5種類出たのかな。まあでも色違いも入れて5種類だからちょっと微妙な感じはするけど、僕ね、こういう系っていうか、このあのプリキュアにあんまり関係なくて、プリキュアのシールが貼ってある系のガシャポン、これ毎年出てるんですけども、あんまりやらないんですよ。でも今年のね、姫プリのやつはね、なんかめっちゃいいですね。ちょっとミスシャムールが欲しいな。それではご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。バイバイ。